えー、じゃあですね、えー、皆さんの質問を見てみようかな。お便りがね、なんかあの変な変なお便りということはないんですけども、えー、ちょっとですね面白いのが入ったんで読んでみます。えー、っと背景岡田俊夫様、先日岡田さんもお馴染み深い。 なじみ深い、えー、赤井高見氏がツイッター上で爆音という作品をディスって物議を醸しました赤井さんの言い分ではもっと軽音みたいに真面目にバイクをやってるのかと思ったけど思ってたのと違った というふうなことで他にも「俺はバイクに乗らないけどバイク好きの人が見たらもっとがっかりするんじゃないかな浅く君ならどんな感想も持つだろう」と続けそれに対して「僕もバイクに乗りませんがバイク乗りにし人はもっと腹を立てようと思います」「バイクに乗りませんがバイクがかわいそうです」「私もバイクに乗りませんがきっと気分のいいもんじゃないでしょうね」といったサグいのツイートが返されましたと。<laughs> えー、しかしながら当のバイク愛好者の人たちはこの作品におけるバイクの自虐ネタですねバイクとかバイクメーカーいじりを、えー、楽しんでおりますバイクあるあるとして楽しんでおり爆音を毎に楽しみにしているような原作を買って読んでる人のほとんどがライダーというのが現状です。 多分爆音を叩いてる人たちはバイクうんぬんではなく軽音みたいに女の子たちによるキャハハウフフ的なものを期待してたのにそれが裏切れ,た裏切れたどころか真逆の作品だったので怒ってるだけなのでしょう。それも無理はありません。なぜなら、爆音は軽音軽の,のアンチ程度して作れた作品ですというですねなんかどこが質問なのかわかんないのが延々続いて。<laughs> 「最近赤井さんのように自分の想像妄想事実と仮定して何でもディスる人が増えてると思いませんか <laughs> ?」と「なこういう質問を読む時の俺はちょっと意地悪なんだよ <laughs>」「これもネット社会の弊害なのでしょうか何か防ぐ方法や赤井さんを反省させる方法はないでしょうか?」といつもの岡田さんのウィットに富んだ回答をお待ちしていますっていうやつで。 いやーすげえ面白い <laughs> あの何だろうな話として俺ねまず赤い君のツイートも見てないし爆音も見てないしそれどころか軽音すら見てないんだよなので見てない俺がこの質問に答えること自体がこの質問で書いてる何だろうなこんな悪いやつが世の中にはびこってるのの悪い側になっちゃうんだけどもまあ悪い側になるのは構わないよだから今から語るけどさ。 <laughs> えー、バックホン見てるのはライダーばかりですって「本当だよお前まずそこが <laughs> そんなことはねえだろバイク乗りばっかりだったらなんで主人公女の子にしなきゃいけねえんだとかなんでアニメにするんだとかいろんなツッコミがあるわけじゃんそういう意味では世間から見たら軽音であろうとバックンであろうとそれなんかアンチテープでやると全部えー、っとあのお宅の人たちが見てる気持ち悪いアニメっていう一とりに決まってんだからさ <laughs> ごめんな俺そこはなんかね、えー、見てないけど疑ってないんだよ。<laughs> そうだなって今コメントが書いてるから <laughs> <laughs> まあまあでその中でもバイク乗る人たちの気持ちっていうのがあるそれでもそれバイク乗り人たちっていうかさ軽音だって別に音楽やってる人たちの気持ちを組んだという部分もあるだろうけどもだからあるあるっていうのはあると思うそれはもう別にあのなんだろうなガールズパンツーですら戦車乗りの気持ちを代弁してるわけでも何でもないわけじゃん。かね あのちょっとマイナーな趣味を持った人間のあるあるみたいなものを女の子かわいい女の子たちが主人公でやってくれたら自分たちが女の子になれたみたいな感じがすると思ってんだよね。でまあ赤井子の話が出てきたからついでに赤井子の話でつなげると「かわいい女の子を我々はなぜ愛するのか」っていう問題になってくるんだけどさえっ、ー、と。 現実の女の子好きとですね、えー、アニメのキャラクターの女の子好きっていうのはちょっと意味がうんとね違う部分があると思うんだよね。であのー、昔あのその当の赤井君がですねかわいい女の子を年がら年中描いてるわけじゃなで年がら年中描いてる時にあれって思って、あのー、絵描きの人が女の子をかく可わいく描くのは 可愛い女の子に自分がなりたいからなのっていうふうに聞いたら、赤井君しばらく考えて、確かにそうですねって話したんだ。で、それは別に、えー、男の中にあるものだと、僕一般的にあるものだと思うんだよね。つまり、僕らが女の子好きっていう時って、本能によって、ああ、なんか男は女を欲しがるみたいなもので女の子がいいなっていうのはあるんだけども、こと絵描きの絵を見て、 絵描きが女の子を描きたがるのは自分の中にある女の子みたいなものを可愛いと思ってほしいっていうものもあるしあと絵に描いた女の子を見て可愛いって思ったりそのストーリーに入っていくっていうのはなんかね僕ら男もそういう可愛くなりたいとか無垢になりたいとかピュアになりたいっていうのがあるんじゃないのかな。いわゆる北斗ののとかさ、マッチョもののそのアニメや、 漫画を見た時に俺たちもヒーローになりたいマッチョになりたいっていうのが心のどっかにあるわけじゃん強くなりたいっていうのがあるわけじゃんで同様に女の子アニメを見て燃える時っていうのは俺たちも可愛くなりたいとでもそれは強くなりたいと可愛くなりたいというのは同時に無垢でありたいピュアでありたいピュアな状態で無敵の状態でありたいっていうので実は共通しているものがあると俺は思ってんだなのでその世間一般の何だろう燃えアニメ批判っていうのは すごいバカにしてんだよ、ね、なんか「モヤアニメ」っていうのは別にあのなんか現実の女に相手にされない男がえとなんか都合がいいアニメのキャラとか可愛いい女の子というのに心寄せてっていうそれは違うと。 そんな安直のもんではないと。もっと闇は深いぞとそうでなくて俺たち男はもう実は心の中で女の子になりたいという欲求をもうガンガンと言い出してでもその女の子になりたいという欲求っていうのが一回り二回りこう <laughs> 心の中でとぐろ巻いちゃってるから DVD とかブルーレイ買うぐらいになっちゃってんだっていうのが実はその萌えアニメに対する欲求だと俺は思ってんだ。でなのでその いわゆる萌えアニメ批判っていうのに対して俺は「へっ」って思いながら同時に「萌えアニメ」に関しても「へっ」って思うところがあるので形容 <laughs> も爆音も見ねえよっていうふうに思ってるんだけどもまあまあでそれで赤井君とそういうの話をしててで、えー、この人が聞いている、えー、見ないで批判する人っていうのはどうにかなるんでしょうかっていやそれに関しては何とも言えないよ。だって赤井 見た上で言ってるわけだと思うからね。でで見た上で、偏見を持ってでその偏見をツイートするのはそれは本人の勝手じゃんそのツイートに見てないけど賛同というのはそれはもう賛同するやつが悪いわけであってもうすでにここで赤い高みは悪くないわけだよ。だから赤い高みがキーとなるツイートをしてそれによってんだろうなバカみたいなやつが「見てないけどその通りだと思います」た言ったら「君の怒りはその」 ツイートしてるやつに向くべきであって赤い高にそこら辺は何だろうあのさっき俺が言った「えー、萌えアニメ」っていうのをどうせこんなもんだだからあ,あ,あんなダメな男たちは萌えアニメ見てるんだという偏見と同じようなもんでさなんか憎む場所がずれてると思うんだけどねそんなものを憎んでもしょうがないモテなないい。女がが萌えアニメを憎んでもしょうがないんだそれは男の子が自分の中の女の子っていうのを発見しちゃってるから なんか萌えアニメっていうのにおおってなるわけであって別に現実の女の子に不満があるとかそんなもんじゃ全然ないと思うんだけどねそれ BL の人たちも同じでしょ BL の人たちも現実の男に絶望したからかっこいい男を BL で求めるなんてこの人俺ほとんどいないと思うんだそんなねトンチキなこと言うのはね宝塚ファンだけだよ。ななななんんか、か現実の男の男人人にあんな素敵な人いないからって言ってるの <laughs> あ,あの人たちはなんか俺ちょっとトンチキだと思うんだけども。<laughs> 大丈夫か俺 <laughs> 今日大丈夫か <laughs> と,とんちきって <laughs> とんちきって聞かないよね <laughs> さすが昭和33年生まれ <laughs> 使う言葉が変ってこだもんな <laughs> うん えー、置いてじゃあ今のもうもう,もう戦線をね BL とか BL はともかく宝塚までそうこの戦争を広げるのはやめてちょっと修正しよう和解しよう悪かった俺が悪かった、えー、なのでですねあの質問してくれる彼のですね見ずになんとかいう風潮はどうなもんでしょうかまあそれ言い出せば俺なんかもう典型的に見ずに慶応のことを 喋るわけだしなんかユーフォニウム結局見なかったよオープニング見たらもう飽きちゃったって言ってるような人間なんだからさあのこの社会っていうのはもう見ずになんとか言うのが当たり前なんだだから見ずになんか言ってるぞっていう悪口はもうすでに意味がなくなってるとそれよりはうん見てるんだからお前より面白いことが言えるぞっていう返し方しかないと思うよマジな返し方をするんだったら。だから赤井君はひょっとしたら本当に 爆を見てるか見てるかかなないいわでも見ずにディスってるやつに対して見てるからこんな面白い返しができるんだっていうのを見せるしかないと、まあ、ちょっと思いますということでですねそうだねそれはロリアニメが好きな女の子だっていくらでもいるわけだから多分ねロリアニメを好きな男の子っていう女の子っていうのは男の目線を通じて見せられた可愛いっていうのが 女の中で感じる可愛いの不自由さというか肩身の狭さよりずっと自由に見えたんだろうなっていうのが俺の仮説なちょっとこうぐるっと回った言い方になって申し訳ないんだけど女って女の中で生きてるから辛いのよっていいう。ななんか俺だんだんお釜になってね。<laughs> <laughs> <laughs> ちょっとはね見やすい形になっていると思いますのであのすいませんけどちょっとぐらい一回あの見てやってくださいよろしくお願いします。